今日はフレーズの宝箱第4弾の2回目をやりたいなと思っております。アースウィンド&ファイヤーさんの代表曲セプテンバーのイントロと B メロにあたる部分ですねをやっていこうと思います。はい、どうもでーす。ベーシストの森田哲夫です。今日もどうもよろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いいたします。ですね、ちょっとね、年末に、大きな企画をやるということでですね、毎日投稿をね、1週間ぐらいやろうかなというふうな話で、しばらく前に告知しましたけども、まあそういうのもあってですね、ちょっと収録を巻き気味にしていかなきゃいけないなと、溜め取りしていかなきゃいけないなっていうことで、ちょっとまとめて撮っております。そんなこともあって、ちょっとね、どういう風な順番で、この後ね、収録したものを編集してアップしてるかっていうのが、ちょっとね、まだ予定立ててないので、ちょっとね、今回、どういう風なスケジューリングで、どういう風な間で入ってるかっていうのはちょっとわかんないんですけども、しばらく前にですね、フレーズの宝箱第4弾の1回目ということで、アースウィンド&ファイヤーさんのセプテンバーという曲を取り上げますよ、ということで、A メロにあたる部分ですね、の紹介をいたしました。で、まあ、それが8ビートが主体になっているので、まあ、8ビートの練習から、来た人よろしくお願いします、みたいな話をしたと思うんですけど、今回は、その続きをやりたいなと思います。あ、ちなみに1回目の部分はこっちに上げときますね。で、今日は何をやるかと言いますと、まあ、冒頭にも話しましたけど、まあ、セプテンバーのね、続きをやっていくんですけど、前回の時にはですね、一番最初の紹介だったりとか、コード譜を取り上げてどんな感じで考えているから、今回のベースラインがどうやって役に立ちますよ、みたいな、うまいこと当てはめていってもらうと全部弾けますよ、みたいな説明の話とかも含んでいたので、結構時間を使ってしまったので、1回目では、イントロのベースラインというふうなものは、紹介しませんでした。なので、今日はまず、この後、イントロのベースラインをサクッと紹介して、その後ですね、B メロに当たるベースラインを紹介して、今日は終わりにしようかなというふうな流れで思っております。まあそんな感じでね、今日はセプテンバーですね。で、実際の話なんですけど、まあ次回やろうと思っている3つ目の種類の8小節というのは、今日やる、B セクションの B メロの、発展型みたいな感じになってますので、まあ、実際その今日弾くベースライン、まあ、イントロの部分と今日の、B メロの部分がきちんと弾けるようになると、実際曲には合わせて弾くことは可能です。なので、まあ、もしね、今日、ご紹介して練習して弾けるようになったら、実際なんかの曲でね、YouTube だったりとか CD とか購入していただくとかしてもらって、まあ、合わせて弾いていただいて楽しんでいただくというのもいいんじゃないかなというふうにも思っております。まあ、そんな感じでね、今日セプテンバーということで、もしかしたらね、セプテンバーと検索して来られた方もいるかもわかんないので、まあ、ちょろっとだけいつもの話をしていこうかと思うんですけど、このチャンネルは今日はセプテンバーという曲を紹介して、フレーズの、まあ、主にリズムの話なんですけど、細かい説明をしていくんですけど、いつもだと他には、リズムのもちろん説明もやってますし、コード譜からベースラインを弾いていくためにはどうしたらいいのかっていう話だったりとか、最近だと基礎練の話ですね。それからあとは、理論的な話とかも触れてたりとか、ジャズのホビートを弾くベースラインの話だったりとか、まあ、多岐にわたるベースにまつわる何ぞやの話をしているチャンネルでございます。で、もしね、今日見ていただいて、よかったじゃないのと思っていただいた方、今日初めて来られた方、もしくはチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、何卒、チャンネル登録していっていただけると嬉しいかなと思っております。まあ、よろしくお願いいたします。そんな感じでね、今日は、まずはセプテンバーの冒頭のイントロ部分ですね、を、解説していこうと思っております。では、どうぞ。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。では、行ってみようかなと思うんですけども、イントロの部分ということなんですけど、ちょっとね、前見てもらったリードシートと呼ばれる、コード譜だけあるやつの冒頭の部分を見てもらいたいなと思います。ほい。今結構ね、でかい感じで、譜面が出てて、僕はちっちゃくなってると思うんですけど、自分もね、僕も、作った譜面をちょっとこうやって見ていこうかと思うんですけど、イントロの1の部分ですね。チャーチャースチャー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 みたいなところがあるんですけども、そこのところっていうのは、ギターの人とかだけがこう入ってて、ベースが入ってないんですよね。なので実際ベースが入ってくるところっていうのは、イントロ2ということ、ところですね。ダンダンタ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 ンみたいなところなんですけども、そこのところの、まず4小節の話をしたいなと思います。
で、まだね、ちょっと大きな画面に戻ったと思うんですけど、そのイントロ部分っていうのは、4小節だけでできているので、4小節について話をしていこうと思っております。では、そのフレーズを見てください。ほい。はい、出てきました。非常にシンプルな感じになってます。これ、実を言うとどんな感じなのかというと、前回ご紹介した A メロの最後の2小節のフレーズがずっと続いてると思っていただいたらいいです。で、その時にも話しましたけど、まず、この一番高いところの音ですね。高いところの音が下線がいっぱいついてるところなんですけども、3つ下線がついてるところの上に、線の上に書いてある、この音が D、あ、G の音になります。で、ナチュラルと書いてあるんで、これは G のナチュラルになりますね。で、その隣、もう一個高いところのものが A となるので、A の音です。具体的には12フレットと14フレット。で、この A の音。隣の低い音ですね。低い音が羅列して並んでるところは、この開放弦の A でやった方がいいですよという感じで、前回説明しました。で、リズムはそのままなので、たた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 と8音符が続いていくわけですよね。それでですね、まあ8音符がずっと続いていくんですけども、途中の2小節目の4拍目だけ、16裏になっております。で、なんかね、どうしてもこの16が弾けないよっていう人は、この、タタタタって弾いてるこの、これをずっと弾いててもらってもまあ問題ないと思うんですけど、一応原曲ではね、よくここが裏になってるので、そんな風に記載してみました。なのでそこだけちょっと取り上げて説明したいなと思います。昨日前回90でやったのでやります。で、この16分音符の裏っていうのは、今回16分ここだけ出てくるんですけども、16分っていうのは、4つ塊にしようと思うと1拍だけのものになるので、ここの1拍だけを取り上げます。これで実際に鳴らしていくと、まあ、表でやるなら、タカ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 という風な、音の音歌というか音の長さになります。つまり、今回の場合だと、1個目と3個目が9分になるので、歌、このような感じになります。具体的に弾いていきます。ちょっと早いので難しくなってきます。やってみます。 3、4、 こんな感じになりますね。で、具体的にその前の3拍目と4拍目と今先のやつを合わせてやると 3、4、 こんな感じになります。で、その、ではですね、この小節全部やってみようと思うと、こんな感じになりますね。具体的に他のところもこんな風に続いているので、そこだけ裏に入るみたいな感じになりますね。ちょっとそんな感じなので、そんな難しくもないと思うので、4小節ちょっとまとめて弾いてみたいなと思います。ではやってみます。 3、4、 こんな感じになりますね。まあ、実際はもっと早いので、この裏がちょっと、まあ、して、なんていうのかな、パパってやるのがちょっと大変ではあると思うんですけど、まあ、イントロ部分は、この開放弦と、まあ、ハイポジションを弾いていくのをうまいこと慣れていただければ、そんなに難しくないかなというふうに思います。そんなこんななので、続きは、この後 B セクションに行ってみたいなと思います。はい、どうもです。ではね、続いて B セクションのところに行ってみたいなと思います。B セクションのところ8小節今日やっていくんですけども、8小節の最初の4小節を出していきたいなと思います。ちょっと出してみましょう。ほい。はい、出てきました。ここの、小節は、4小節じゃないな、2小節塊でコードが、同じコードが繰り返されるというパターンになっております。Bm-E7、Cm-F#-7、まあそんな感じで続いているという感じになります。具体的にいつも通り、リズムを解析して見ていきましょう。今日も、8分音符が主体になってくるので、最小音符になってくるので、4つ塊で見る場合は、1拍目、2拍目。を一緒に見て、3拍目、4拍目を一緒に見て、それをまたガチャコンとつけるという風な流れで考えております。では見てみましょう。一番最初の1拍目と2拍目ですね。カチャッと赤いラインが出たと思うんですけど、ここの解説をしていきます。ここのリズム、4つ塊、4つあるんですけど、ここは全部4つとも弾いてる感じですね。ダダダダという風な感じになります。この後クリック鳴らして説明していきますね。で、具体的に使われている音。これは、1つ目、2つ目の音は B のナチュラルの音ですね。
A 弦2フレットの音になります。で今日も、押さえていくところは、どこ押さえますっていうような話で説明していきますけど、もちろん何度も何度も毎回言う通りなんですけども、ご自身でね音が探せられるようになるっていうのはすごい、有意義なことなので、もしよかったらねこう音を探していくシリーズとかね結構ね100何本にわたってやってるんですけども、きちんとやってったら習得できるような感じでね噛み砕いて話してますので、よかったらねまだ見てない方は一番最初から見てあげてみてください。では今日はね、押さえていくところは説明していきます。まず B の音ですね。そして3個目、これ F の音があるんですけど、前回も話しましたけど横っちょに書いてある調合が C と F と G にシャープがついているので、これは調合はすごく強烈なので全部のオクターブ域に作用するということで、これも F シャープの音になります。具体的に言うと D の4フレットですね。で4つ目の音が E の音になります。 D 弦の2フレットですね。やっていこうと思います。ダダダダというリズムですね。やっていきます。1、2、3、4、3、4、このような感じになりますね。で、毎回そうなんですけど、僕は2回ぐらいでやめちゃってますけど、慣れてない方は何度も何度もそこだけ取り上げて練習してあげると、いい感じになっていくと思います。では次に行ってみたいなと思います。カチャッというのがね、赤い棒が、映ったと思うんですけども、次のところは、リズムで言うとうーだーだーだという風になります。1個目が休みという感じですね。具体的に音を見ていくと、1個目の音っていうのが A の音です。これは今回開放弦使った方が楽だと思いますね。それから、次は今さっき説明した B の音ですね。そしてその隣 C のナチュラルマークが書いてあるので、これはナチュラルマークです。ナチュラルですね。 C のナチュラルになります。 A 弦の3フレットという感じになりますね。具体的に見ていきましょう。リズムは3、4、うだだだ、うだだだ、このようになりますね。じゃあ実際音を当てはめて弾いてみましょう。3、4、3、4、うだだだって、こんな感じになりますね。じゃあ、今さっきの1拍目2拍目と、3拍目4拍目をガチャコンとひっつけていきます。やってみます。1、2、3、4、3、4、このような感じになりますね。では続きを見ていこうと思うんですけど、続きのこの流れっていうのは、前回話したベースラインに非常に近いものになっていきます。まあ、前回の見てる人もいるので、少しちょっと巻き気味で話を説明をしていこうかなと思います。次のリズムはこれどのような感じになっているかというと、たたたうとなってますね。前回のリズムとは8分音符が、最後の音符が4分音符じゃなくて8分音符で、伸びてて、最後が8分9分になって、音符がちょっと短いっていう感じになってますね。具体的に音の話を説明していくと、1個目の音が C シャープの音ですね。A 弦4フレットですね。で、その次が G と書いてありますけど、これシャープがかかってくるので G シャープ。E 弦の4フレットになりますね。で、最後が E の開放弦。そして9譜が入るっていう感じですね。具体的にリズムとともに見ていきましょう。3、4、ダダダウ、ダダダウ、このようなリズムになります。弾いてみましょう。3、4、3、4、3、4、という感じですね。まあ、ちょっと、他も2回やったので2回にしました。ではですね、その次ですね。その次は結構簡単です。これ四分音符が2個ついてるだけですね。 F シャープと、G シャープの音になりますね。 F シャープが E 弦2フレット、 G シャープが今先出てきた、E 弦の4フレットという感じになります。実際やってみます。8分音符の単位で言うならダアダアという長さになりますね。やってみます。3、4、3、4、このような感じになります。で、今さっきやった1拍目と3拍目4拍目をガチャコンと合わせていきます。3、4、3、4、こんな感じになりますね。では、今見てもらった、1小節目と2小節目をガチャコンとしつけていきます。それをちょっと繰り返してみましょうかね。やってみます。1、2、3、4、
な感じですね。途中ね、ちょっとね、いいのと伸ばしちゃいましたけど、まあ、そんな感じになります。で、今なんで繰り返したのかっていうと、前回もそうやったんですけど、結構同じようなベースラインが繰り返されることが多いです、この曲。なので、次の、3、4小節目を見てみますと、3小節目っていうのは見てもらったらわかるように、1小節目とも全く同じです。で、4小節目も、1拍目、2拍目、3拍目まで一緒ですね。で、これ最後の音符が、G シャープの音と、それに加えて8分音符で A の音が入ってるっていう感じになります。で、この A の音は開放弦を弾いてあげるといいと思うんですけど、なので今繰り返してやってるとほとんど一緒だということになりますね。で、最後の音だけ一個違うという感じになるので、最後の音だけ、ご紹介して、もう一回4小節、ちょっと変化をさせて、本来書いてあるものを弾いてみようかなというふうに思います。で、最後の音符ですね。今さっき言ったように G シャープと A の開放ですね。その前が F シャープなので、ここだけ取り上げて練習してみようと思います。リズムは、言ってみます。3、4、だ、あ、だ、だ。というリズムになりますね。実際弾いてみます。3、4。3、4。このような感じになってます。3小節目と4小節目だけ弾いてみようと思います。3、4。3、4。このような感じになりますね。で、じゃあ、1小節目から4小節目、今出てるとこだけ全部弾くとどうなるかということを弾いてみます。3、4。このような感じになりますね。ちょっとだけ雰囲気が変わるというふうな感じの流れになっております。では、次は、後半の4小節をやりたいなと思います。ベース。はい、どうもです。では、続きの4小節をやっていきたいなと思います。またね、4小節、後半の4小節出したいなと思います。いきます。ほい。はい、出てきました。なんか見てみるとね、結構似たような感じだと思います。具体的に説明していきますけども、これも、すごくよく似ております。で、今さっきの小節と、そうですね、せっかくなんで2段出しましょうか。ほい。ちょっとベースがね、欠けているかもしれないですけど、2段出してみました。ギュウギュウですけど、詰まってると思います。これ見てもらうとわかると思うんですけど、今さっきやってもらったのは上段になりますね。上段の、今さっきやってもらった3、4小節目。これと5、6小節目っていうのは、もうほとんど一緒だと思います。前半の1小節はまるっと一緒ですし、後半の、後半も3拍目まで一緒ですね。一番最後の音が、A と B が違うだけということになります。で、まあ、これちょっと具体的にリズムをとって練習するんですけども、なんでこれ A と B と違うかというと、これ理由があるんですよ。これ偶然弾いてるわけではなくてですね、どういうことなのかというと、3、4小節目、4小節目の最後の音っていうのは、次が B の音。5小節目の B の音に向けていきたいので、A から B にアプローチするための近い音ということで、構成音の A の音が使われています。に対して、もしこれ、5小節目、6小節目ですね。6小節目に A の音を弾いちゃうと、次の音が A なので、さっきそれを示唆してしまうことになるので、A を避けてるわけですね。で、A に行くために近い B の音からアプローチしている。というふうに考えることができますね。なので、これは、ちょっとの変化なんですけども、この一つの音で次どっちに行くかっていうのをバンドの中で示唆することになるので、どっちの音に行きますよっていうのをもうすでにこの一個前の音で醸し出しているので、これは一個だけしか音が変わらないんですけど、非常に重要なものになってきます。まあ、ただ弾くのはね、そんな難しくないので、そのまま弾いてみたいなと思います。一個上の段見にくいので消しますね。はい。5から8までの分だけまた出てきました。それの6小節目の、3、4拍目。だけやってみたいなと思います。リズムは今さっきと一緒ですね。こんな感じです。だ、あ、だ、だっていう感じですね。で、音は F シャープ、G シャープ、B になってるという感じになります。行ってみたいと思います。3、4。3、4。このような感じになりますね。で、この小節、まるっとやってみたいなと思います。6小節目だけですね。やってみます。3、4。3、4。
のような感じになります。でそういうふうに考えていくとすごく簡単だと思います。で、次の小説ですね、残り2小説です。7小節目8小節目なんですけど、これは今日前半部分に説明した、イントロの、後半と全く一緒です。で、もっと言うならば、前回説明した A セクションの、7小節目、8小節目と全く一緒なので、これは割愛して一応弾くだけ弾いてみますね。説明はまた、前回の部分だったり、前半の部分を見てください。実際弾いてみます。3、4。このような感じになりますね。で、開放弦を使うよとか、指の位置を変えドラッグだよっていうのは前回の時に説明してますので、多分ね、帯とか出てたと思うので、そっから、確認してあげると、見てない方は確認してあげると嬉しいなと思います。では、今日の全部の、8小節を90で弾いてみたいなと思います。やってみます。1、2、3、4。このような感じになります。はい、どうもです。ありがとうございます。今日もね、最後まで楽器を持って、終わりにしたいなと思うんですけど、今日のね、冒頭のイントロの部分というのと、B セクションっていうのを説明したんですけども、ちょっとね、今日出した譜面をね、もう一回8小節出したいんですけど、ほい。まあ、具体的に言うと、これパート4はパートごとに書いているので、B、D、E、F、ベースラインというふうに書いてあります。これセクションのベースラインってことなんですけど、これどこのセクションなんかというと、一番最初の回の時に、前回の回の時に、全部のリードシートっていうのを出したんですけど、ちょっとそれをね、僕ちっちゃくしてもう一回出したいなと思います。ほい。出てきました。見ていただくと、イントロ1っていうのから始まって、まあ、ちょっとちっちゃいかもわかんないですけど、目を凝らして見ていただくと、イントロ1っていうのから始まって、イントロ2と書いてあります。それが、今日のイントロの部分ですね。で、A セクションっていうのがあって、リピートマークなんかあったりして、まあ、ちょっと僕で隠れてるかもわかんないですけど、まあ、ちょっとね、うまいこと動かしてね、見えやすいようにしますけど、B セクション、C セクションっていうのがあって、そしてその先ですよね。D セクション、E セクション、F セクションって言って、まあ、リピートマークとかもあると思うんですけど、これ見ていただくと、コード進行が全部 Mm、E7、Cm、Fm っていうコードがずっと続いてると思うんですよ。なので、この後半の D とか E とか F っていうのは歌のメロディーとかは、ちょっと若干違ったりするんですけど、基本的に同じベースラインでいける感じになっております。で、さらに続きの G セクションなんですけど、これ次回説明する予定なんですけど、これもコード進行全く一緒なので、本来ならこれも今日ご説明した B セクションでそのまま弾いていくことも可能です。ただなんていうか、その最後の時にすごく盛り上がっていくので、そこのベースラインをちょっと難しくしているというふうな感じのところがあります。なので実際にはね、ちょっと盛り上がった難しいベースラインを弾いていただいた方が曲の雰囲気としては合うんじゃないかなということで、まあ今日ね、ひとまず今日のベースラインちょっと練習して弾けるようになったら、もしね、音源とかお持ちでしたら、曲とかに合わせて弾いていただくといいんじゃないかなと思うんですけど、またね、ちょっとしばらく間空けるかもわかんないですけど、次回というね、このフレーズの宝箱のくくりの次回で G セクションだけについて触れたいなと思うので、まあ準備しておいてもらって、最後のそこだけまた練習して、最後盛り上がるところをバリバリ弾いていただいて終わりにしていただいたらいいかなというふうに思っております。まあそんな感じでね、今日はこれにて終わりにしようかなと思っております。いつもありがとうございます。こんな感じでね、細かく説明しているチャンネルでございます。もしね、初めて見られた方、まだチャンネル登録されてない方は、何卒チャンネル登録していっていただけると嬉しいなと思います。まあそんな感じで今日は本当にありがとうございました。また皆さんにお会いできることを楽しみにしております。ではありがとうございます。失礼します。